今のうちにご飯の支度をしちゃうわね。いいっすね。楽しみにしてて。はい。キュリエイト。キュリエイト。ビートリフレ。お客さんを待つとするかの。なぞりろ。だだだでなぞりろ。だだだだ。お前が言ってるその理屈はなぞりろ。やあ、せつなケースだよ。挨拶中やけん間入ってくんな、お前。でもさ、女の人の体触れるんだったらなぞ理論でもいいやって思ってる俺がいます。じゃあお客様を待つか。待っちょって来るもんなんかな。イベントちゃんと進んでくれるかな。わしの正体についてじゃ。こいつさ、ほっといたらビラビラ喋り続けるけどな、こいつ。もうええわ。正体とか気づいてないわ、お前。今頃お前。そういえば、一つ言い忘れていたことがあったの。何でしょう。わしの声は普通の人間には聞こえぬから、そこは心配しなくてもいいのじゃ。ほうか。そうなの。普通の人間には、わしがいくら喋ろうとも、猫の鳴き声にしか聞こえん。つまり客にとってはプリッティーな猫ということじゃ。でもお湯をかければおっさんになるんでしょ。お湯持ってきて、誰かがお湯持ってきたらちょっと警戒しとかなあかんな。プリッティー、中身おっさんのくせに。わあ、出たな、爆乳女。なんじゃ、文句でもあるのかの。すごい。パンチか。パンチじゃない。そっち方面のスケベなことを嫌いな人から叩かれそうな発言しちゃった。なんですぐそう怒るのさ。ああ、そんな顔するんだ。うわ、可愛らしい子やな。はい。ここ。何でもあのポンって音。指原ですよね。何、胸が揺れるたびに今の効果音になるの。お客さん来たな。なんかちょっとモジモジしてる感じやな。なんかすいません。猫ちゃんと言い合いをしていたので。そう映るんか。まあそうか、この猫の声が聞こえないことはそう映るんか。ああ、でもこの猫中身おっさんなんですよ。困っちゃいますよね。マッサージ師をしているのは知っていましたけど、まさかここで働いているなんて思いませんでした。え、な、知り合いなんじゃ。僕も同じアパートに住んでる人が来るなんて思っていませんでしたよ。あ、同じアパートか。あ、いや、てか1日目で会ったわよ、考えたら。そうじゃ、同じアパートで結構慣れ親しんだ人やけ、あんな感じで会話がイベントが始まったんじゃわな。そうやな。あ、そうだ、受付しないと。春山ゆりねさんかな。春山ゆりねっと。指原先生、この猫ちゃんって名前はあるんですか。うわ、猫のこと興味満々やな。犬より猫派なんやな。俺も猫派やけん共感が持てますね。一緒に猫カフェ行きませんか。俺と一緒に猫カフェ行きませんか。師匠、もみじっていう名前ですよ。もみじちゃんって言うんですね。かわいいな。にゃほほ。わあ、こいつコビ売りやがって。おい、人前だったらこんなコビ売りやがって。中身おっさんのくせに。それにしてもよくこのお店を見つけることができましたね。そうですか。駅前でチラシを配っていたんですけど。え？はい、このチラシです。え、そんな配いよったん主人公。理想の体型になれて、あなたの夢も叶うかも。おまけに体のこりも治る。もう、それはわしが集客のために配ったチラシじゃな。え？いい出来と思わんか。お前意外と役に立つやないか。え、このチラシ作るためにおっさんになったんかな、一回。でないとその猫の手では絶対作れんだろ、そのチラシ。師匠的にもマッサージがおまけなの？というか、どうやって配ったんだろう、これ。確かに。やっぱ配るときはおっさんの体になったんかな。指原先生のマッサージ。うわー、めっちゃ目光らせてる。もうマジっすか。俺もあなたのことマッサージするの。いや、違うな。あなたの体触ること。いや違うな、下がここだったらあかんな。あなたのことマッサージするの楽しみです。本当に師匠の声は聞こえないんだ。じゃなかった。いいんですか、チラシに書いてあるような効果はないですよ。
そのことなら大丈夫です。気にしないでください。どういうことですか。え、体の健康のためというよりは俺に恐れたいから来てるみたいな感じですか。俺に気があるっすか。わかりました。それじゃあ施術室やな、施術室へどうぞ。噛みやすい言葉きた。なんかさ、イージーだったらちょっと物足らんなとちょっと思ってしまった。前回のパートのあのランジョランランジョランジョをマッサージしょったらさ、やけん今回ちょっと息ってノーマルにレベル上げてみよう。音楽流れてんの。すいません、こういうマッサージでして。何をまごついておるのじゃ。おまごとのレッツスタートなのじゃ。行くぜ。スタート怯えなくてもいいんじゃよ。来いノーツ。来た指。まずは肩からだ。はい、 B、 これ B じゃ。はいはい、上、はい、いろんなもん出てくるようになった。1日目みたいな単調じゃない。おっとちょっと確かに難しいなったな。おっと来た、この子の喘ぎ声。黙っといた方がいいだろうな。いや、左と右同時に来るのは良くないって。俺そういうの対応できって俺。気持ちいいやろ。さあもうちょっと下に行くぞ。カモン。はい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 、あー間違えた、ボタンがたまにどうやったっけってなる。はい、やばい、同情しとかあるのね、やばいな。はい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 、あーボタン間違える。 XY とか紛らわしいんじゃやっぱ。Xbox じゃないよこっちは。まずい、なぜ人にとっては難しい。これどうですか、言いたいところないですか。お客様から気持ちいいですっていうコメントが入りました。俺以外の店員おらんけど、なんか店員がおるかのごとく伝えときますね。やばいな、 X とか Y とかないっけ。これ思った、丸と三角でちょっと頭の中で考えとこなあかんけんさ、どれやったっけってなるけど。はい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 、これか、長いな。はい、あ、お、ちょっと話すの早すぎた。しかし言ってる声が聞こえるぜ。わいかこれ、クリア、とりあえずクリアできた。ちょっと下手くそだった感が、やっぱ B か、それぐらいか。ありがとうございましたって顔じゃねえなって。もうありがとうございましたって、そういう済ました顔で言えるような顔じゃないだろお前。行き過ぎたよお前、気持ちよすぎたよお前。やばいな、ちょっとでもさ、俺 PS5 のコントローラーやけん、 YX とか出てきた時さ、どれやったっけって、ね、なってしまうんやけど。まあこのゲームのために XBOX のコントローラー買おうかなってちょっと思ってしまう。脳内変化がね、なかなかうまくできん。施術室。かー、気持ちいいかい？あ、春山さん、大丈夫ですか？大丈夫です。そうですか。気持ちよかったんやな。指原先生。は、はい。何ですか？もっとやってほしいですか？私、こんなの初めてで、お父
音が出るマッサージなんて知らなかったですし。そうなんですよ、僕もやるまで知らなかったんですよ。なんていうマッサージなんですか。奥義そのまま言うかお前なんか自分でそれっぽい名前つけるとこじゃなくてさ、奥義エクスタシードライブはぁってなるわ、聞いたらはぁってなるわお前。なんだか必殺技みたいな名前なんですねよかった、そういうはぁってならんタイプの子でよかったわこれ。もう次違う人が来た時はさ、もうちょいマシな名前考えといた方がいいぞお前。あ、僕も最初に名前を聞いた時は驚きましたよ。それでその体はどうですか、楽になりました。はい、とっても気持ちよくて楽になりました。何よりだぜ。また来てもいいですか。もちろんだぜ。それはもちろん僕の方からお願いしたいくらいですよ。だってあなたの体すべすべで気持ちよかったですもんそれじゃあまた来ますね。次は前の方を揉ませてくださいね。店内待合室。疲れた。春山が帰った途端にこれじゃシャキッとせんか。春山洋服の手つきそうな名前やな、なんかそう出てきたら、だって初めてのお客さんだよ、緊張するに決まってんじゃん。いやそれよりもさ、師匠が作ったあのチラシは何。いいチラシじゃろ、集客効果もちゃんとあるみたいじゃしな。確かにお客さん来たけどさ、集客効果ってそもそもの話で聞きたいことはたくさんあるけど、理想の体型になれるとか夢が叶うとかさ、嘘を書くのやめようよ。まあ俺は女の人の体は触りたいっていう夢叶ってるけどさ、嘘も方便というじゃろ。意味わかってる。9割方はわかっておるぞ。嘘つけ、お前辞書の引き方とか知らんタイプだろお前。残りの1割って何なんの。とにかくああいうチラシを配るのはダメ、変な噂が立つからさ。全処するのじゃ。まあそれでこんなさ、めっちゃおっぱい大きい女の人が来たんやけんさ、グッジョブだったと思うけどね。過ごし方を決める。この時間はなどこかに出かけるか。だいたい昼はこういう感じになるんか。お出かけ掃除休憩。時には休みも必要じゃ。休みいつでも店内は綺麗。やっぱお出かけしたいなーってなるよな。なんじゃ忘れ物でもしたのか。で家に寄らずに散歩行こう今回。そうだ、気分転換でどっか行ったら何か来そうやもんね。また誰かと会いたいねと。散歩の定番、お参りにでも行く。河川敷は風、散歩のお、ま、河川敷だ。ちょっとなんか運動してそうな人と出会いそうな感じの場所やな。なんか運動してたら体って凝りますよね。うちマッサージやってるんですけど来ませんかみたいなせっかくここで来たんだし水切りでもして帰ろうかな。水切りなかなか飛ばないな。こんなところで現実逃避かい。あれランジョランランジョランジョ。こんなところで遊んでるってことはもう諦めたってことだね。なんでちょっと動くたびに乳揺れるんですか。エロいっすね。そういうわけじゃないです。そうだろうね。ならやることがあるだろう。やることやって頑張りな。やること、もっといろんな女に出会いてって思ってここ来たんです。やることなんです、これが俺の。はい、他の女と出会いたかった。なんで俺がさ、ランジョランランジョランジョに構わなあかんのか。あいつ気持ちよかったくせにお前の腕前下手ねみたいな感じで言いやがって。あの時の屈辱忘れんくらな。お前次来た時お前が昇天する時やけんな。なんかこれパート1でも言うたけどな、ちゃんとお客さんが来てくれるか心配だったけど来てくれてよかった。なんじゃ鼻の下を伸ばしてスケベなやつじゃそうだよ、このゲームやってるやつは大体スケベなんだよ。別に鼻の下なんて伸びてやしないよ。どうじゃろうな初めての客が可愛い女子でさぞ嬉しいことじゃろうしな。否定できねえね。いやいや、先生と患者さんの関係だから得意げになることがないよ。全くつまらんのじゃ。それでも先代の孫かの。でもまあ相手のお客さんの方からこっちも
押してくれませんかとか胸刺してしてきたら迷わず、わかりました喜んでってなるけどね。あやつなら携帯番号やらメールアドレスなるものを聞き出していたのじゃ。やり手ですね、ジジイ。借金ジジイ、やり手やな、ジジイ。それやっちゃダメだから、普通にダメだから。よく言っていたのじゃ、美人に声をかけないのは失礼に当たるとな。間違ってねえな、ジジイ。何やってるんだよ、じいちゃん。わかるぞ、気持ちいい、じじい。さあ、2日目が終わった。新しい女の人と出会ったな。他の女にも出会いてえし、イベントもさ、ランジョ、ランランジョ、ランジョ以外にもなんかあるだろうって。なんで休日にまで、休日じゃないな。空き時間前、ランランジョ、ランジョ、ランランジョ、ランジョの弱み聞かされなあかんのか。まあ、あの父揺れでちょっと中和されてるけどな。どれだけ岩見言われてもあの父揺れさえ見れば。機嫌じゃの、どうしたのじゃ。今日は予約のお客さん、お、予約のお客さんだからちょっと楽しみで、誰だ。予約のお客さんが来るってことで楽しみになるってことは結構知人なんだろう。だったら大家さんかな、白雪さんだったっけ、千鶴さんだったっけな。ふむふむ、なるほどかな。それは頑張らねばならんの。そうよ、うん、お客さんの期待に応えられるように頑張らないと。それに少しでも稼ぎたいし。うまい、その心意気やよ。そうなんだよな、早めに出て回転の準備をする。借金あるからな。借金いくらなんかな。1ヶ月で集まるだけの借金なんかこれ。今お金どれだけ貯まっとるのかさ、ゲージで多分見えんのかな。とりあえず顧客情報を見るぜ。春山ゆりね、あ、誕生日の情報まである。誕生日の情報まで、8月21日。誕生日の情報もあれあるんやけど、こんな情報と取ってええんだろうかって。満足度が低い。なんでランジョランランジョランジョよりも低いんだ。てかランジョランランジョランジョの方が高いんやな、これ満足度。あんだけ悪態ついとって、お前何回も言うけど、お前悪態ついとったからな、お前。なのになんでさ、こっちの人こうよりもさ満足してんだ。ちょっとおかしいぞ。あとこの子右肩はなんかちょっとあれなんかあるな。え、なんなん右肩って。え、ソフトボールやってんのかな。結構ボール投げるんかな。やべえ、でもソフト容量大きいおっぱいの方が目にいってしまうんだよな。お客のこと、電車、お客さんを待つ。じゃあその予約のお客さんを待つか。誰だろう。掃除も終わったし、お客さんが来るまではお茶にしようか。わーい、ナナちゃん、お孫とのちゃんと茶菓子は、うん、これにしよう。パパパパパパパー、さっきいっかー。あ、リラクゼーション指原ってここで合ってます。おっと、スタイルいい子が来たな。ちょっと細い系のスタイルの良さの子が。わしのティータイムか。あ、キュリエイトさんの過去作のさ、配信ってゲームよ、なんかこういう系の見た目の子を持ったような気がするな。そっちの子はおっぱい大きかったけど。うわ、何この猫、ブサイク。さらっと言って邪魔な。何クール系やな。タイム邪魔した上にブサイクじゃと。言葉がわからないただの猫と思ったらパンチじゃぞ。ワイドクールでちょっと辛辣なところやな。はいはい、お客さんが来たから師匠はあっちに行ってて。あんたはここのスタッフ。そうです、店長の指原敦って言います。店長、おじいさんが一人でやってるって聞いてたんだけど。最近ぽっくり言っちゃいまして、多分僕の祖父のことですね。凄腕のマッサージ師らしいじゃん。私もマッサージしてもらいたいんだよね。待って、どっからの噂これ。え、あの昨日来たバクニちゃんがそんなこと言ってくれたの。マジっすか。え、その割にはランジョランランジョランジョに比べたらえらいちょっと満足しなかった感のゲージでしたけど。ああ、申し訳ないんですが、もう祖父はマッサージをしていないんです。あ、なんで。ああ、そうか、祖父がちょっとすごい腕って話なんでな。ちょっと前に亡くなったんです。なんかごめん、ならいいや、別のマッサージ屋を探すから。待って、ここは俺がいるやん。目の前におるじゃろ。え、ちょっと待ってください。正確ですし、マッサージして行ってくださいよ。
あんた、マッサージうまいの？それは人によって感じ方が違うというか逃げの方向にいて感じ方が違うというか、占いの結果見た時の占いの結果でゲソってしとる人へのアドバイスか、お前じゃあいい、うまいところに行く。ならお試しということで半額でどうですか。一箇所だけじゃなく全身フルコース半額、お得でしょ。その全身フルコースは胸とくらも入ってるがな。それなら、まあ、ありがとうございます。さあ施術室へどうぞ。本当に大丈夫かな。この子さ、なんか運動してそうやな、ほんま。スラッと取って、なんかどっちかって言ったら陸上競技とかやってそうな感じじゃない？もしくはなんかダンスかな。大学生、朝霧かえの、なんて読むんだろうね、わからん。ロストガール、なんだ、何かを失ったんかお前。よっしゃ、今回も難易度ノーマルでいきます。ちょっとイージーで簡単すぎるかなっていう感じでして、ちょっと刺激を、これはそっちの方の刺激。あーっと、この子も音が鳴ってる、聞こえてる。あーでもさ、この子も胸小さくはないやな。ちょっと適度にあるっていうか、若干控えめやけど膨らんどる感じがいいね。こういうのが好きな人もおるでしょ。さあまずは定番の、あれ、割と下の方来たな、思ったより下来たな。はい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 、おー、はい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 、あー、はいはいはい、はい、声が早いね、気持ちいいんだろ。はい、スポーツやってたら凝ってますよね。どうですか、痛いところはないですか。嫌ではなさそうですね。さあもう少し虜になってもらいますよ。はいはい、あー、はい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 、いけよ、いける。ちょっとボタン配置を分かってきて始めてきた。はいはいはい、あ、ハード出てるね、左上ハード出てるね。よっしゃー、とりあえずミスなしに来た。へへ、涙出ちゃって、気持ちよくったら人って涙出すんだねって、このゲームで学べるんだね。さあもっと下行くぜ。お尻だ、スポーツやってそうだからプリッとしててね、引き締まってる。はいはい、あー、はい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 、結構慣れてきたかもしれんな、でもボードゲーということ自体に。こういうエッチなことを見る目的にやり始めようってさ、あんまやらんジャンルっていうのもたまには手出してもいいかもしれんな。いや、ちょっと今いい刺激ないよ、俺としてもゲーム実況者として。よっしゃー、フルコンボじゃ、フルコンボだと。ノーミスで来れたん、いいね、ええー、あ、ごめん、な、何か言った？多分違う意味でもええー、よっしゃ、ノーマルでもそれなりにやれるようになってきたな。
前回ちょっとボロボロな感じがあったけど、マッサージは終わりですけどどうでしたか？満足してもらいました？普通のマッサージだった。普通のマッサージであんなに涙出るぐらい気持ちよくなるもんだか？普通なんですか？これが自分で言うのもあれですけど、結構変わったマッサージだと思いますよ。まあ音が出たのはびっくりしたけど、これ祖父から受け継いだマッサージ方法なんですよ。名前はなんて言うと思います？クイズ形式すなお前。何その質問。さあね、知らない。そんな反応になるよね。答えは奥義エクスタシードライブです。私帰る。それマッサージだ。じゃあね。辛辣やけどこういう反応が正しいのかもしれない。ちょっとは、やっぱあれかな、満足してもらえなかったのかな。いや、名前にドン引きしてた気もするな。まあまあ、そういうこともあるのじゃ。あまり気にしない方がいいかもしれんの。そうだな、これから術力で分からせてやればええんや。もっともっと受けたいって、ね、体に叩き込めばええんや。じわじわ来るよ、このマッサージはじわじわ来るわ。これ師匠、このお店を引き継げたらマッサージの名前を変えたもいい？ダメじゃ。ダメなのか。ええやろお前、設定画面にさ、マッサージの名前とかさ、自分で決めれるような設定くれよ、キュリエイトさん。ですよね。この時間は何をして過ごすかの。顧客資料見てみよう。あの子も出てるね。あ、ランクは高かったけど満足度がそこまで上がってないんじゃ。いや、この女が上がりすぎなんじゃん。この女が口の悪いのはすごい上がりすぎとんかもしれんな。頭の中ではさ、また次行きたくて仕方ないんじゃないのっていうドブロックの歌が鳴いてくる。もしかしたけどって。また次行きたくて仕方ないんじゃないの。右足か。ってことは結構足を酷使するようなスポーツやりようかな。大体のスポーツ足使うか。お客のことを知るのも大事なことじゃぞ。そうですね。できればバストサイズとかも知りたいですけどね。この時間は何をして過ごすか。まあ自由タイムか、こっから。どこかに出かけるのか。掃除とか休憩とか来たら面白いイベント見えるかなってちょっと思ってしまうけど、やっぱお出かけですよ。なんじゃ、忘れ物でも。おいおい、誰と出会えるかみたいなちょっと見えるかもしかして、これ。楽しみなのじゃ。何を買ってもらおうかの。だったらこの買い出しに行く選んだらさ、爆乳の可愛い子ちゃんに会えるってことか。行くぜ買い物。おい、あ、ほんまや、やっぱ会えるんじゃ。誰と出会えるかみたいな感じでお好みの人がおったら、その子のイベントばっかり追いかけれるような感じの配慮はあるんか。へえ、いいな。あれは春山さんだ。洋服の針山さんだ。声をかけてみようか。洋服の針山さん。いや、上着さ、こんな T シャツでええんかな。もうちょいおしゃれっていうか、真っ白なんじゃなくてもよくない？これ水かぶったらブラ透けるやつじゃね。ええのか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、今日って雨の予報でしたっけ？夕立が来るかもって朝のニュースで言っていましたよ。なので念のために傘持ってきちゃいました。傘持たずに雨に打たれです。ブラジャーが透けるところを見たかった。そうなんですね。そういえば指原先生は好きな天気ってありますか？何の質問それ。天気予報士が合コンとかお見合いした時に聞く質問それ。いや、そんな質問するさ、ほんま天気予報士のお見合いの時ぐらいやぞお前。そう言われると悩みますね。強いてあげるとすれば、いや、普通に晴れの日やけどさ、え、待って、何その選択肢。下心丸出しにするんだったら雨の日ですね。なんでたって雨に濡られて服が透けて下着が見えるっていうシチュエーションを期待してるからです。私は、ちゃんと答えればよかった。もう告白
そうですか。でも好きな天気は季節によって変わるかもしれません。そうよ、梅雨の時の雨って綺麗なもんじゃないの。そうなんですか。そうですよ、夏場の大雨とか真冬の大雪とか、お客さんが来なくなるような天気はあまり好きじゃないです。指原先生らしいですね。でも好感度下がりましたけどね。でも好感度下がるようなエフェクト出た見逃しませんでしたけどね。ちょっと痛い。あの子ちょっと俺好きなんやけどな。おっぱいの大きさといいさ、おっぱいの大きさといいってさ、おっぱいの大きさといいさ、どうしたのじゃ、足毛にされたヒラメのような顔をしているのじゃ。やっぱ好感度ダウンっていう文字が出てきたんちょっと痛かったな。相手の好感度に合わせてこう、もう次も答えよ。それどんな顔して何を悩んでいたのじゃ。次はどんな選択肢を選べば好感度が上がるかなってこと。ほら、今日来た女の子のお客さんのことを覚えてる？うん、名は確か朝霧じゃったかな。うん、あの人さ、別に体に異常があるような気はしなかったんだよね。ものすごく体が凝ってるっていうわけでもなかったしさ、もしかしたらマッサージする場所が違ったから満足してもらえなかったかなって考えてたんだ。ああそうじゃ、そういえばなんかカルデの方には右足に何かあるみたいな感じのことあったけどさ、足の方マッサージしなかったな。いつも決まって決まって肩下に行って腰のあたり行ってお尻って言っておくけどさ、あれさ別になんか毎度毎度あれで言っておるけどさ、お客さんに合わせて押すとか押すところ変えるとかないんかな。これおっぱいとかおっぱいとかおっぱいとか、まあ半分正解半分不正解じゃろうな。どういうこと？半分不正解？じゃあその不正解のところって何？それはお主が考えることじゃ。答えを渡すのは簡単じゃが、それではお孫殿が成長できぬ。教育者みたいなこと言いやがってお前。それはそうだけど、大切なのは話をちゃんと聞いてやることじゃな。それが心を癒す一つの方法よ。ああ心も癒すみたいな感じね。話を聞いてなんかそれの選択肢でお住まいとか変えれるようになるんかな。うん、ちょっと次の日からちょっと気になるね。これこのまま4日目行くか。このパートでさあ次の日は誰が来るのかな。4日目土曜日。あれ待てよ、この店ってさ休日があんのかな。気が気になってきた。日曜日ぐらいは入試閉めとるとかあるんかな。あらあれもう大阪か。こんなスタート。師匠、朝だよ。起きないと。ああ！何事じゃ？師匠やばい、寝坊した。寝坊程度で慌ててもいいことは。いいの？朝ごはん抜きになるよ。いいわけなかろう。朝ごはん抜きなんとは許さないの。お客さんを待つとするかと。何のイベント何のイベントだったんだろう。あと好感度のねゲージも欲しいんですけど、好感度のゲージもあって欲しいんですけど、今の好感度ダウンでさどれぐらい下がったかすごい気になるんやけど、それともやっぱ好感度上げたらイベントちょっと多く見えるのがあるんかな。そう考えたらちょっとプレミスターでちょっと気分になっとんよな今。さあ今日はどんなお客さんが来る。新しい子来るんかな。何これ今の音。あ、掃除か。おぉ誰だ、また新しい人来た。なんか教師っぽい見た目の人、頭良さそうな人で、その割にはすっごい肩とか出してさ、自分の体に自信あるんですねみたいな感じの人来たな。あ、いらっしゃいませ。予約はしていないのだけれど、お大丈夫かしら。胸の揺れ方がやっぱエロい。大丈夫ですよ、ちょっと待っててくださいね。掃除中だったのね、手伝った方がいい？あ、いいんですよいいんですよ。やばい、そのスカートでさ掃除中にかがんだりしたら、おパンツが見えますからね。いや見たいけど。いえいえ、お客さんに手伝ってもらうわけには。他にスタッフはいないみたいだけれど、君一人でこの店をやってるの？
南雲椿さん、あー読みやすい名前でありがとうございます。の読みやすい名前でありがとうございます。そうですよ、なので一応店長ということになりますね。あ、僕は指原敦って言います。店長、お踊りの時のお乳が揺れる、ね、あ、よく言われます。すぐに準備するので椅子に腰掛けてお待ちください。ええ、そうさせてもらうわ。まあ身内のコネみたいなもんやけんなこれ。あ、でもそっちは雑巾掛けしたばかりなの。おお、なんか来る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 、これはなんか来る。だ、大丈夫ですか？よくあることだから問題ないわ。ほんまにか？問題ないんですか？思いっきり顔からバケツに突っ込みましたよ。それに服だって濡れて濡れちゃってます。どうしたの？ごめんなさい。そんな顔するんだ、そんな顔するんだ。あなた見せろ、俺でも見せろ。で、全然見苦しくなんかないですよ。じゃなくてまずは服を脱ぎましょう。マッサージもしないといけないのです。服を、マッサージで何する気なの？もういろんな何をするんですよ。何もしませんよ。洗濯機も乾燥機もあるので、マッサージしてる間に乾かそうと思っただけです。そういうことね。それじゃ申し訳ないけどお願いできる？任せてください。これも目の保養、マッサージ師の特権です。あー見せて欲しかったな、そのこか、倒れたところ見せて欲しかったな。あ、やっぱ教師だったんじゃこの人。若い人やな、めっちゃスタイルいいで。こんな先生だったらもう授業なんか頭に入らんわ。俺何の先生なんだろう。いいスタイルしとよな、この人。あ、V ロイドでこういう 3D モデル作ろうかなってと思ってしまったもん、俺。じゃあ、ノーマルでいくわ。もうノーマルで頑張るわ。テクノロジーね。わぁ、やっぱ体のラインがエロいですね、この人も。やるぜ。さあまずはどこからだ。定番の肩からか。さあどこに来る。肩だー、定番の肩。イエーイ。はい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 、いける、これぐらいのペースだったらいける。喋る余裕がなかったとかじゃなくてですね、やっぱ愛声を皆さんに聞いてほしいということで黙ってましたんでね、そういう気持ちでね。大丈夫よ、気持ちいいよ。おっと、素直な気持ちいいわ、初めて聞けたぞ。いいね、そういうお客さんがいる、そういうのお客さんの言葉を聞けたらこちらもはかどりますわ。あ、間違えた、 B はこっち、 B ボタンはどこだったっけ。あばい、ボタン押し間違いそうだった。また ハード出てるぞ、いけいけ。え、また間違えた、やっぱボタン間違える。 B ボタンがどこだったかっていう感じになってしまうよ。 B ボタンは俺のコントローラーじゃ、丸ボタン、はい、よー、はい、おい、ちょっとミスったのは痛いかもしれんけど、まあよしよし。テクノロジーって言うとったら、こういう知的なお姉さんにとってはさ、何でも通じそうな気がする。そうなんですよ、知的なもんなんですよ、テクノロジーなんですよ。はい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 、あ、間違えた、まだ間違えた。 A ボタンはこっちで言うバズボタン、はい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 、ボタンの入ってた覚えとかな、ちょいちょいミスしてるからね、もったいない。はい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 
ょっとレベル高いなこの辺。左が終わったら右また来るぞみたいな感じの続きがして、とりあえずゲームクリアやけどちょっとランクは低いでしょう。あ、 S だこれ。ワイドちょっとミスったぞ。指原さん、ミスはあったけどクールが多かったな。気持ちいいこと、あなたどこで覚えたの？やばい、掘り方次第でスケビな方向に走れるな今の発言は。やば。お孫殿、服が乾いたのじゃ。ありがとう。じゃあこれまで着てて、今着ていた服どこのやつ？長門さん、服も乾いたみたいなので着替えてもらえると。で、あれ、もうそれどころじゃないみたいですね、気持ちよすぎて。知らなかったわ、こんなマッサージがあるのね。わ、受け入れられてる。一番好感触じゃ。もしかして気持ちよくなかったですか？違うの、とてもいいマッサージだったわ。でも思っていたマッサージとは違ったというだけよ。でしょ、新しい刺激あったでしょ。あ、そうですよね。ええ、私の生徒から変わったマッサージ屋があるって聞いていたけど、ここのことだったのかしら。なんだ、え、まあ、確かに学生っぽい客が2人ほどおったけど、どっちだ、どっちかの担任の先生なのかな。私の生徒っていうことは、中野さんは先生なんですか？そうよ、秋葉第一高等学校の教師をしているの。ここ教師か。ああ、モテそうですね。そうだったんですか。お仕事頑張ってくださいね。ありがとう、時間ができたらまた来るわ。うわ、好感触やばい、これまでで一番好感触の人来た。お客さん、お客見てみよう。あ、ああ、よっしゃ、自由時間。今日はどこに行こうか。なんだ？ねえ師匠、物置からギターを見つけたんだけど、これってじいちゃんのかな？うむ、よくギターを弾いておったぞ。え、絶対モテたいからだなお前。ギターで思い出したのじゃが、ああ、あやつ暇さえあれば近くのライブハウスに顔を出しておったの。え、ライブハウス行けるような感じになってくる。イベントに 入ってきそう。じいちゃんがライブハウスか、本当にわからない人だな。じゃがな、なかなかどうして楽しい場所じゃぞ。ちと騒がしいわな。うわ、なんかありそうで、僕はあまり行ってみたいって思わないかも。食わず嫌いはいただけないの、一度ぐらいは行ってみてもいいじゃろうって。じゃあ行ってみようかな。お、行くんかな。早速来た、ライブハウスだ。おお、やっておるの。おお、結構ガチめなやつやね。猫とで一緒でもいいのかな。第一声がそれかな。もっと言うべき感想があるじゃろ。確かに。やった、来た。あ、なんかこれ、今夜も暴れてやるから期待してるよな。何この、なんかアイドルマスターシンデレラガールズで見たことあるような感じの子。あとさりげなくパンツ見えてる、パンツ見えてる。これメッセージウィンドウほんまに消せんのなあ。メッセージウィンドウの消し方求む。メッセージウィンドウの消し方をもねえな。あれ、男まっさりで片付くの？ロックしてるな。というか、パンツ丸見えだけど、気にしてないのかな？おいおいな。だったらさ、メッセージウィンドウを消せ。メッセージウィンドウを消させろ。どうにかして消せんのかな？バックログ。おーと、間違えた。何顔を赤くしておる？あれは見せパンというものじゃろ？騙したな？本物パンツじゃないというの？騙したな？なんでそんな言葉を知ってるの？いやいや、でもあの女の子の顔赤いよ。いや違う、赤さだろ。ダメだ、そっちの方向へ持ってくな。露出好きって普通に恥ずかしいだけだと思うけどな。オラオラオラ、もっと熱くなろうぜ。もっと熱くなるよ、松岡修造的だ。この子の中には松岡修造のスピリットが。おーい師匠、
急にどっかに行っちゃったけど大丈夫かな、うん、あれん、あれってさっきの大丈夫ですか。なんですか。全然性格が違うじゃないか。具合悪いのかなって思って。具合が悪いというか、その実はライブの時に首を痛めちゃって。ピキーマッサージタイムですね。やっぱりさっきのでもかなり性格が違うような。僕この近くでマッサージをしている指原敦って言います。よかったら お店に来ませんか。あ、いきなりそんなことを言われても怖いですよね。痛みがひどいみたいですし、マッサージをすれば病院に行く前の応急処置にはなるかなって思ったんです。このまま放っておくわけにもいかないですし、天宮メイです。天宮さんですね。あなたさえ良ければなんですが、どうでしょう。寝取り足取りみっちり押してあげるから来てほしいな、天宮ちゃん。それじゃあお願いします。あ、みんなさ、今のさ、スケベな声をね。あ、え、もう押すんじゃん。もう押していいんじゃん。あれ、もう来てくれた感じじゃん。マジか、思ってないイベントが始まった。こういう音が好きなんだろ。光風の中、違う曲だよ。違う曲の歌詞。さあ、どこから行く。言っても首か、首を痛めたとか言ったもんな。首やけん、肩とか首とかそのあたりかな。まずは肩か。はい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 。どんな声で泣いてくれるんだい今回の子は。はい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 。ロックンロール、ロックンロール、ロックンロール、ロックンロール。はいはい。ハウスと同時に押す、ハウスと同時に押す。はい。どうですか、言いたいところはないですか。本当ですか。さあ次行きましょう。はい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 。右も。はい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 。はい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 。いやさ、今思ったやけどさ、首がどうのことによったら全然首押さんな。腰フェチなんかな、ジリコ腰フェチなんかな。いくらい腰ボクちゃんおいしょる。いや、首がどうのことによらんかったんや、首押さんのって。よかったです。さあ、お尻だ。首を押せよ。首がどうのこの揺らんかったっけ。首を押せよ。首じゃねえのか。首が、首は、まあ、お尻の方が押したいかもしれんが、お客さんが困ってるのは。首やろ、首やろ。どうせ首振りまくったんだろうが、振りまくったんだろうが。はいはいはい。それで腰押しちゃったら腰振りまくんよためじゃないんじゃないよ。パフォーマンスで。振りコンブ来た。これはエースでしょ。
ナイス。すごい気持ちよかったです。そうでしょ。また気持ちよくしてほしいです。いやらしい意味に取れちゃうぞ、その発言は。施術室戻ってきたぜ。首の痛みは、首押してない。一回も首押さんかったじゃねえかお前。え、マッサージって首押さんもんなんか。首は押さんもんなんか。確かに肩を押しとったけどさ、腰とか関係ないだろ。押しに至っては触りたいだけやろ。楽になりました。すごい。まあ楽になったんだったらいいけどさ。それは良かった。でもこれは応急処置なので、ちゃんと病院に行ってくださいね。はい。それじゃあ待機、待合室で待っていてください。片付けをしてから行きます。わかりました。さてと、片付けをしないと。にゃー、何をするのか。やめてください。あ、やばい、誰かがお湯持ってきたやつじゃ。師匠、帰ってきたのかな。あれ？すげえレアモンのギターじゃねえか。これどうしたんだよ。レアなギター見たら表現し始めたらまたんだよね。助けてほしいのじゃ。天宮さんが師匠を振り回しながらギターのギターを見てる。どういう状況なのかわかんないけど、とりあえずギターを見えないところに置いた方がいいかな。え、なるほど。あのこち亀の本田さんがバイクに乗ったら豹変するような感覚なんですね。理解しました。師匠、天宮さん。すみません。メイ、音楽に関係することになるとテンションが上がってしまって、すみません。ああ、そういう感じの人ね。まあ師匠、もみにも大丈夫みたいな、なんでいいですけど、首は大丈夫なんですか。はい。まあ俺やって女の子のおっぱいの話になるとそんな感じになるけん、まあ似たようなもんだよ。さっきも言いましたけど、病院にはちゃんと行ってくださいね。わかりました。あと病院では発狂しないでくださいね、もしギターがあっても。それからヘッドバンキングはしないようにしてください。首に負担をかけますから。そうですよね、気をつけます。うるせえ、やっちまうもんなら仕方ないだろうって言うたら舞台に上がったらなるんでしょうね。それから、もみじちゃんのことはすみませんでした。めっちゃしぼらしいな。あれ、なお、おまごとの近頃は頭を振るのが流行りなのかの。そんなことはないと思うけど、天宮さんのこと。うん、わしも先代のおかげで様々な文化に触れてきたのじゃ。もちろん現代の音楽についてもじゃ。しかし、あの頭を振るのだけは理解できないのじゃ。まあ理解しなくてもいいと思うよ僕は。まあ健康にはよろしくないけど、本人たちは楽しいんだろうから。謎なのじゃ。日向でゆっくりしていた方がよっぽどいいのじゃ。それはお前が猫だからだ。師匠って時々ジークサイこと言うよね。え、まさか死んだはずおじいちゃん乗り移ってない。まさか死んだはずおじいちゃん乗り移ってない。もみじパンチ。あーってバレそうになったからって暴力に訴えかけて。お前よく聞け、今のようにお主の言葉一つで人の言動は変わるものじゃ。メイは心を許した人間の言葉に弱い性格じゃ。あやつの心をつかむことができればヘッドバンキングをやめるかもしれん。なるほど、今のパンチと話が全くつながらないんだけど。でもそうだね、バンドをつけるためにも健康でいてもらいたいし、言葉には気をつけてみるよ。ほら、そうかそうか。どうなんだろうこれ、日曜日って何もないんかな、イベント的には。店は開かんのかな日曜日って。どうなんだろう。
特に予定なし。やることがないのか。ああ、やっぱ日曜日は店開かん日みたいなのがあるんじゃ。まあ予定がある休日ってあんまりないからそうだな、俺も月1に3発行くぐらいしか休日に予定が入る日ってないな、うん、それなら店の掃除でもしたらどうだ。休日なんだから店行きたくねえな。そうだそうだ、客に満足してもらうためには綺麗な店内も大切だと思わぬのか。確かにそうだね。そんなんで納得する。でも掃除しに行きに店に行ったところでさ、女の子と出会えんだろうしな。もともと掃除は行き届いておるからの、一つの案として考えておくのじゃ。はーい、うん、わかった。そこで誰かと出会えるんだったらいいけどさ、多分出会えないからな。結構いろんな人と出会ったけど、まだ一人だけ出会ってない人がおるんやな。いや違うな、これ大家さんじゃ、千鶴さんじゃ。これシルエットからして、チルズさんもだ来てないからな。そういうことやな。ああ、でもこの子だけ首周り要経過観察ってちゃんと書いてくれとんじゃこれ。へえ、こんなも書いてくれとんじゃ。お客のことを知るのも大事なことじゃぞ。うん、大事っぽいなこれ。よっしゃ、今回はここまでお会いさせていただきます。セーブだ。ちょっと今回のパート長くなりすぎたな。どうしようかな、1パートごとに何日分とか決めた方がいいかもしれんな。ちょっと考えてみます。というわけで、とりあえず今回はここまで。おつけい。